これがまあ、今春発売予定のまだ名前は決まってない新しい、ミノーなんですけども、まあ、簡単にねあのコンセプトの方をちょっとこう説明したいと思います。まあ、基本的に狙ったのは流れにシンクロさせる、そして流れを受けた時に、まあ、揺らぎを表現するようなそういったイメージで作りました。で、シンキングタイプのミノーなんですけども、このリップをね見てもらったら分かると思うんですが、シャロータイプのリップがついてます。シンキングなのにシャロータイプのリップがついてるということは、巻いてもそれ以上の深度はルアーは潜らないということになります。でちょっとねこう出っ張った顎みたいな感じになっている部分があるんですけども、こういうのがあることによって泳ぎも安定するし、その揺らぎのようなねアクションを出すということは逆にね、早巻きをしてしまうとルアーがひっくり返ってしまうという弱点が、ほぼ出てきます。それを、解決するために本当に時間がかかりました。もう何ヶ月もいくつものプロトを導入していろんなテストをした結果、最後ねこの顎の下にこうスタビライザーみたいなのがこうちょっとついてるんですけど、これをつけることによって、流れの速いエリアで使ってもルアーが飛び出さない、ひっくり返らないっていうところにやっと行き着きました。まあ、開発スタートから、発売までもう1年半 もっとかなかかってる、非常に時間のかかったルアーです。流れの速い、川でも、流れの緩やかな干潟でも、そのアクションというのは常に、しっかりと泳いでくれるというのが出来上がりました。まあ、あのここに至るまでの本当に苦労はですね、一言では語れないんですけども、まあ、本当に自信作のミノーができましたので、おそらく皆さんがこれを見るときには名前が決まっていると思うんですけども、ぜひですね皆さんのエリアで、このまだ名もなきルアーをですね試してもらいたいと思います。